はい、こんにちは、竹下敦です。先日からね、使い続けている、エリクサーですが、今日で8日目かな、こんな感じの音になりました。サウンドさんで、あ、じゃないや、ごめんなさい、黒沢楽器 G クラブ東京さんで、ネックの調整と、あとはですね、各部弦高調整を行ってもらいました。でそしてね、今回、エリクサーのね、弦を吹くのに、何かいいクロスはないですかと相談しましたところ、こちらの商品を勧められました。名前がですね、マジックノマド。普通のね、クロスっていうのは、まあ、一般的に言うクロス、これはギブソンのかな、これはギブソン社のものなんですが、こういうのね、まあ、ボディを拭いたりとかね、弦を拭いたりするんですが、こちらはね、ナイスアイデア。こちらでボディを拭いて、こちらで弦を拭くというね、面白いと思いません？で実際にまあこれであのボディをこう拭きってしてみたんですけど、もうすごいピカピカになります。特にあのラッカ仕上げなんでね、ギブソン、ラッカ仕上げに合いますね。もう本当にこれ特にあのギターポリッシュみたいなもの使わなくてもね、こんなにピカピカになります。ほら、すごいでしょこれ、ツヤテカテカで。そしてこの裏面の黒い部分で、弦を吹きます。でこうで教えていただいたんですが、弦を吹くときに表側だけをねゴシゴシする、ギタリストさんが多いそうです。で表面だけではなくて、裏のね、フレットと当たる部分を丁寧に拭くようにということでした。実際にやってみましょう。こう丁寧にね、拭きと、もう少しちょっとザラザラし始めてますね。結構ね、長い時間ギター弾くんでね、丁寧に1本1本長持ちするように拭きと、はい、拭いてみました。これで音が変わるでしょうか。はい、どうでしょう。帯電したりするんですよね。電気がこう自家しちゃうんですよね。そういうのがこう吹き吹きしてこう静電気がね抜けることがもしかしたら関係あるんじゃないかっていう説もあるんですよ。都市伝説かもしれないですけど、実際にね常にこう磁気の中にね、ニッケルがいるわけで。自家してもおかしくないですよね。で、以前ね、また話が脱線したんですけど、弦をね似て使う時代があったんですよ。僕なんかも中学生高校生ぐらいの時はすごくお小遣いがなかったんで、使い終わった弦をねまたこう、一回こう巻き取ってグツグツ煮てね、母親に怒られたりして何似たのって怒られて、いや弦似たんだよって言うと、もうバカじゃないのって言われて、でもそれぐらいしないとやっぱりなかなか、当時の中学生ぐらいだとね、弦って高かったですからね、それぐらい、一生懸命弦を似て使って、また、
弦練習しました。でその時になんで煮ると弦が復活するのかなって考えてみたんですけど、当時は水分を1回吸ってそれが揮発することで、無駄な油分とかね、そういったものが飛ぶから、一時的に弦が復活するんじゃないかなと思ってたんですけど、今考えてみると煮ることによってね、帯電してた、弦にね帯電してた磁力が一旦抜けるんじゃないかなと今はねそういうふうに思ってます。なのでこういうねこういうクロスで、拭くっていうことはちょっと考えるとこうゴシゴシするんで電気が発生しちゃいそうなんですけど、こういうのをね作ってるメーカーさんは専門なんで、多分そういうところをねうまく自家したものをね抜けるように作られてるんだと思います。実際これで拭くとね本当に見違えるようにねエリクサーの弦ピカピカになりますね。はい、で拭いた後はねこんな感じで、まあ、黒なんで目立たないんですけどちょっと映像だと分かんないですね。こうサビがね落ちてます。ツルツル これがねすごく復活しますね。やっぱりちょっとチューニングオクターブチューニングがね不安定にはなってきますね。今日で1週間ぐらいですけどやはりその辺は僕は相当低いんでオクターブチューニングは残念ながらだんだん狂ってきちゃうようですね。ぼかしてみましょうか。ちなみにね僕はポリチューンの白を使ってるんですけど黒沢垣さんはイメージカラーが黒なので、黒いポリチューンを使ってらっしゃいました。はい、これでもう一回歌う中に狂いますね。チューニングが不安定になっちゃうのはこれもしょうがないですかね。今で1週間、3週間まではねなんとか頑張ってこの弦でどういう変化が起きるのかをねレポートしていきたいと思います。今回ねご紹介したのはねこちらのマジックノマド、はい、こんな感じのねクマさんのぬいぐるみみたいな表面と、裏面は、弦を拭くための、黒いね、クロスこれ両方使えます。これ結構大きいしねこれ長い間使えるんじゃないかなと思います。お洗濯しても可能なんだそうなんでこれね大切に使いたいと思います。それではねまた次の動画でお会いしましょう。エリクサーの弦がボロボロになるまでレポートし続けます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。おかしいな、半年持つ人もいるっていうのに1週間でっていうのはいかがなものかと